今回のアスリート夢共演は、車椅子テニス日本代表、三木拓也選手と、サッカー元日本代表、武田信宏さんの後編です。三木選手は高校生の時、左足にガンの一種、骨肉腫を発症。絶望の中にいた彼に光を与えたのは、

さすがの運動神経見事なチェアワークを見せてくれましたこうですねそうですあ、うまいですね <laughs> さすが日本代表飲み込みが早すぎてちょっと脱帽です <laughs> 今回は車椅子テニスの実践編ですまずは三木選手が大高翔コーチとラリーを披露 ポイントは球を打ちやすいように車椅子を動かすことこれだよねこれ一本一本やっぱこう質が違うよね、うん、なんかすごいよもうパッと見た瞬間でどこにボールが落ちるって分かってる感じだよねもう相手が打った瞬間にどう動くかとかすごい いやーずーっと見てたいなこれいいなす続いて武田さんがチャレンジです頑張るよこれつーバウンドでも OK ですねルール的には。 徐々に感覚をつかんでうまく打ち返しています続いてはサーブ世界トップクラスでは170キロの高速サーブを打つ選手も 今回は武田さんが三木選手のサーブを受けてみますいやでもやっぱ早い。うん、ああがとうございます。あああ <laughs> りました いやこれね予測して動かないと来てからこう動いたら遅いんですよだからもうねサーブ打つ時にどっちかなってこれ動かれないと来てから動いたら動き遅くなっちゃうんでその辺も勉強になるわでもどんどんタイミングが合ってきてるので本当にびっくりしてますよお帰りました <laughs> 今ちょっとね そして武田さんついにサーブレシーブに成功どうでしたかこのサーブを受けている武田さんは。いやもうなんか驚かされっぱなしでテニス未経験でその当てるだけならまだしもコート内に帰ってきたボールもあったのでそれはむちゃくちゃゃくくびっくりしましまたね <laughs> ここからは2人の素顔に「丸×」で迫ります。 スポーツ以外にハマっているものがある練習は好きだお尊敬・憧れの人がいる今回はこの3つのテーマを深掘りしていきます スポーツ以外にハマっているるもものがお二人ともあんですね武田さんは何ですか僕はあのファッションが好きなんで <laughs> まあ今日も出てくる衣装どうしようかなとか <laughs> やっぱり現役の選手と会うということでやっぱりネクタイしてやっぱ現役の選手は一番なんです僕はもう辞めた選手はやっぱそのリスペクトの意味でネクタイ僕は革靴もすごい靴も五十層ぐらいあってちっちゃい頃からサッカーやったんで、うん、靴にはこだ,わるだから結婚できないかもしれないですね <laughs> こだわり強強めで <laughs> あ強す,ぎてです <laughs> そんな感じです。はい <laughs> うん、なるほど,るほど僕の場合はあの今カメラで<ー>あの風景だったりあの人だったりを、はい、あの撮ったりっていうのはものすごくちょっとはまってて先日はあのちゃんとしたフルサイズの,あのカメラそれの一番いいやつをついに <laughs> ま自分誕生日プレゼントっていうことで <laughs> <ー>、はい、購入してこちらが三木選手の撮影した写真 芸術的ですどういうのが好きなのやっぱり風景とか,とかあ風景が一番ですね<ー>はい。どこに行ったりするんですか本当にあの静岡の方から山梨の方までずっと回って富士山をこう撮りながらドライブをしたりだとか<ー>僕結構富士山一回あ冬に撮りに行ってものすごくハマっちゃってこの間やっと桜と富士山を納めに行けてもう大満足でした 続いての質問、練習は好きだ。二人とも、丸です。そこがあの、まあ、結果に一番つながる場所ですし、うん、そもそもそのテニスが好きなので、やっぱり上達して、何かできるようになる。っていうのは一番、自分にとっては、こう、まあ、快感というか。練習は一番やってましたね。まあ、ベルディの時も、プロのとこで、一番最初にグランドで、一番最後にグランド,ランド行ったのは僕だと思うんで。 テレビではそんな感じしないですけど <laughs> 一番練習しましたね今年の目標は監督と結婚ですから婚活、管轄です管轄<婚活> <laughs> 続いてこの質問を深掘りお二人尊敬憧れの人がいるお二人ともまるですね武田さんはどうなったですか唯一憧れているのはブラジルのロマーリオっつってでブラジルに行った時に たまたま用具係が元ベルディの友達で「うん、えお前武田ロマーを連れてきる」ってロマールを連れてきて三木選手の尊敬している国枝さん国枝慎吾選手がやっぱり、はい、一番影響を受けてこの世界に入ってきた第一人者なので自分にとっては憧れの人三木選手は高校3年生の時がんの一種である骨肉腫を発症。 夢と希望を失った彼の救いとなったのが世界ナンバーワンプレーヤー国枝慎吾選手でした車椅子ででもこんんんななにできるんだあ、ま、だはスポーツ諦めなくてていいんだっていっう退院後すぐに車椅子テニスを始めた三木選手そして2010年運命の人と出会います それが車いすテニス界のレジェンド国枝慎吾選手でしたその時にあの初めててお会いしてそこであの、まあ、ロンドンを目指してみても面白いかもねっていうふうにあの言ってもらってまさか世界一の選手にそういうところを見てもらってるとは思ってなかったので、まあ、そ,それがもうあのロンドンを目指すきっかけにもなったんですけど。ロンドンンドパラリンピックを 目指してみないかミキ選手の中に芽生えた世界への思い厳しいトレーニングに時間を費やし急成長を遂げていきますそして2011年に行われたダンロップ神戸オープンの決勝 相手は憧れの人国枝選手この日が公式戦で初めての対戦でした当時の国枝選手は4年間世界ランク1位を守り続けてきたまさに最強王者 憧れの人はまだまだだ高すぎる壁でもあいやもう緊張して1セット目はもう何もでできなかったですねあの観客の感じにないと「うわすげえ!」って生でそのずっとイメージしてきたショットを受けて「わすごいな」ってなってたんですけど「いや何しに来てるんだろう」っていうのを「この人目指してるんでしょ」っていうところでそこからは本当にそのバチバチ打ち合えて。 えー、そこがやっっぱりり一番自分にとっては刺激になりましたねもっと上手くなりたいって思えたし、はい、この一戦で闘争心に火がついた三木選手国枝選手の背中を必死に追い続け一つずつ階段を上っていきます そして2012年のロンドンパラリンピックでは初出場で見事ベスト8に輝きましたさらに世界を転戦しながら国枝選手の技術や精神力を吸収憧れの人はいつしか目標へと変わっていきました国枝選手っていうのはどんな存在ですか 恩人とかですかね、うん、ちょっと言葉が足りないですけどこれだけだと夢の選手ですもんねやっぱり大きなできるだけ大きな大会でグランドスラムとかでやっぱりその優勝競いたいっていうのがはい、あ、引退するまでに絶対叶えたい夢ではあります続いては車椅子テニスでの直接対決 ルールは5ポイント選手の1ゲームマッチ車椅子テニスの正式ルール同様2バウンド以内の返球としますハンデとして三木選手がオールコート武田さんは半分のコートでプレー三木拓也 VS 武田信宏いざ勝負それではお二人 よろしくお願いしますお願いしますああー,あー惜しい <laughs> 武田さん、ボールにあと一歩届かず<ー>まずは三木選手が先制よっしゃ <laughs> それでも武田さんにチャンスボールが ああ！<laughs> 惜しかったアレキ選手にポイントこん身の強打は惜しくもネットしかしこのままでは終わらないのが元スーパーアスリートお願いします

三木選手の頭上を超える技ありショットで攻めますがポイントを奪えず4対1。迎えた三木選手のマッチポイント。 車椅子テニス初挑戦の武田さいやまあもう負けないぞっていう気持ちでやったんですけどそのの駆け引きだったりなんかその試合を楽しめたんで、うん、すごい面白かったですね。はい 普通だったら車椅子どう動かそうとかどう打とうとかっていうふうになると思うんですけど最後もあのドロップをこう打たれたり前に来られたりっていうことでものすごくこう最後に2人に大切にしている言葉を聞きました僕のえー 好きな言葉は人間力ですやっぱサッカーも今こうやって仕事もやっぱ最終的には人間性だったり人っていうのが将来を決めるんでやっぱ人間が成長しない限りサッカーも指導者もうまくならないし、まあ、そういう意味ではやっぱ人間力ってていいいいいいううか自分を磨いていきたいなというふうに思います、はい、僕の場合は「継続は力なり」っていう言葉が結構好きで。 僕の場合はなんかこうすぐ何かできるっていう器用なタイプではなかったのである程度やっぱり続けてって自信ができてそこに行くまで頑張るっていうのがちょっとこう一つ上達の自分にとってのコツみたいなものなので今はその言葉をすごく大事にしてます。